札幌ドーム黒字化？札幌市は2022年に札幌ドームの2023から2027年度収支試算を発表した。それによると、日本ハムが移転した後は売上が半減するものの、2024年から黒字転換。2023年からの5年間で900万円の黒字になるという。ただし、この黒字化予想に対しては、強気な予想だ、甘い収支見通しだなどと批判が相次いだ。2023年に投開票された札幌市長選挙に立候補した高野薫氏も、ドームの試算では簡単には黒字にならないなどと指摘していた。北海道新聞の2023年7月2日付社説も、札幌ドームの2024年3月期決算見通しが当初の想定だった2億9400万円の赤字からさらに膨らむ見通しとなったとし、試算がうまかったのではないかなどと札幌市側の対応を指摘していた。うおう、タヌキの皮やらなきゃ意味ないよ。試算で草ガバッガバの試算ですら900万の黒字っていう。2億高のネーミングライツの問い合わせが来てるってポジ記事あったけど結局決まらなそう。この資産出したやつ首にしろよ。インチキ資産。コロナさえなければな。これで誰も責任取らんでいいわけやろ。ついにハムが負けるのか。嵐のライブで稼げばいいからな。税金投入すれば黒字になるだろ。資産を黒字にしろって無茶振りされた人だけはようやっとる。